おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日8月15日日曜日の全国の天気をお伝えします。朝9時の予想天気図を見ていきましょう。今日も前線が停滞し、西日本東日本では大雨に厳重な警戒が必要です。前線が南下するため、今日は太平洋側中心に激しい雨が降りやすくなります。ではアイコンで見ていきましょう。沖縄は日差しが照りつけ、厳しい蒸し暑さです。九州北部や中国、北陸は今日は雲が多めなものの、雨が降る時間は短くなります。雨が止んでいる時間が長いんですけれども、引き続き土砂災害や河川の増水には要警戒です。安全なところで過ごすようにしてください。九州南部や四国、そして近畿、東海や甲信、こちらのエリアは朝を中心に激しい雨が降りやすくなります。土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。危険な場所からは直ちに避難をし、安全なところで過ごすようにしてください。午前中心の雨となるんですけれども、九州南部は午後も雨が降りやすい状況続きます。そして関東、雨が降りやすく、関東は朝から昼過ぎ頃にかけて激しい雨が降りやすくなります。沿岸では風が強いので、雨風の強まり、横殴りの雨にもご注意ください。東北地方は太平洋側では午前中心に雨が降りやすくなります。日本海側も朝はにわか雨にお気をつけください。北海道は広く日差しが届きます。ただ太平洋側ではにわか雨にお気をつけください。今日の全国の天気をお伝えしました。